連合ニュース日本政府が85日後の4日、長峰泰文サザ官日本大使を記任させることにしたのは、長期間、大使の空白が日本にもえとならないという内部批判論に負担を感じたためとみられる。日本政府は、この1月9日、プサンイアンフ少女像の設置問題に抗議し、長峰大使と森本康則プサン総領事を召喚した後、 3ヶ月に近い85日間、日本に滞在させ、最長記録を樹立した。これは、2012年8月、イ・ミョンバク大統領の徳島訪問に対する抗議の表示に、武藤正人資材官日本大使を一時帰国させた12日と比べると、7倍に達する。このように長くなったのは、日本が、 自国の補修力の世論に期待する韓国バッシングという強行外交を展開したのと関連されている。召喚の初期から日本の指導部の政治的利用は露骨だった。安倍首相は帰国措置の発表2日後の1月8日 NHK 番組に出演して韓国が10億円を受け取ったので韓日合意を履行せよと挑発した。ここに岸田文雄外相が 竹島は日本固有の領土と刺激し、金環洋、金岩洋、継承北道、京山北道知事の徳島訪問を捉えて、日本政府のスポークスマンであるカンギエラ長官は到底受け入れることはできないとした。日本政府のこのような態度は少女像という歴史問題を領土問題として広視線して。 自国の右翼勢力の支持を誘導しようという悪賢い策略であったといえる。徳島問題の拡大だけでは満足できなかったのか、教科書問題まで挑発した。日本政府は、小中学校社会科学習指導要領に、徳島を、我が国、日本固有の領土と表記すると告示して、最近確定した。先月末には、 竹島日本の領土という愛局主張を盛り込めん慰安婦合意の内容をかなり明示した高校社会科教科書検定の結果を公開した日本政府は在韓日本大使召喚以降でに決まった時刻表通り挑発を行ったそんな挑発は安倍支持率上昇につながった韓国バッシングを続けるほど安倍内閣の支持率上昇の効果が表れているのだ 日本政府は韓国バッシングを楽しみながら諸般の情勢を総合的に判断した後、と、任のタイミングを決めるの、空虚な話だけを繰り返した。その後、日本国民が不安に思っている北朝鮮の弾道ミサイル挑発が続いて、韓日対北朝鮮情報協力強化の必要性が提起されて、パク・クンヘ大統領の罷免で韓国が。 急激な大統領選の局面に陥っただけでなく、反日感情が高まって、韓日慰安婦の合意が決裂するという懸念が大きくなるや、日本は顔色を変えた。日本政治権などでも、韓国畑に集中し、適切な起任時期を逃したの批判が出ると、在韓日本大使の起任を決定したのだ。安倍首相、大使在任時代。 一時、起任処分された経験がある武藤元中間日本大使は、在韓日本大使は、本来、ソウルで韓国と連携して、北朝鮮のミサイル発射に対する対応を陣頭指揮することが望ましい、自民党二院士である二階俊博幹事長は、起任は早いほどいいと話すなど、安倍内閣を批判する声が高まった。広 在韓日本大使の帰任の決定の背景だったという見方もある。実際、日本政府が最近、徳島挑発内容を盛り込んだ小中学校社会科学習指導要領を確定したことについて、韓国政府は駐日韓国大使を召喚する強硬策を繰り広げたりせず、代わりに在韓日本大使代理を呼んで抗議するのに止まった。 長峰中間日本大使の起任が決定され、はしたが、葛藤の発端である慰安婦少女像問題が解決される可能性はほとんどないと見られる、いつでも対立が再燃するものと予想される。韓国の5月の大統領選挙で、候補らの大半が少女像問題の土台である韓日慰安婦の合意。